S500 のインテリア S500 は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた小型スポーツカーである。1961年に、当時の通商産業省が自動車産業の新規参入を制限すべく、自動車業界の再編案を打ち出した。ホンダ技研工業の創業者である、ホンダ総一郎は、通商産業省の案に猛反対した。ホンダ総一郎は、 通称産業省の自動車産業再編案が成立する前に四輪車の開発を行うことをホンダ技研工業の開発陣に指示した。1962年10月の第9回全日本自動車賞に S360 とスポーツ500が展示され、2台とも来春発売と発表された。しかし S360 は早期に断念され、 スポーツ500が S500 として1963年10月に発売された。発売価格は45万9千円。あとの S600 や S800 に設定されたクーペは S500 にはなかった。生産・販売期間が極めて短いのは後継者である S600 が1964年1月に発売されたためである。ただし実際のデリバリーは S500 が1964年1月、S600 が同年3月からのようである。またそれ以前に顧客へ渡されている個体もあるようで、オールドタイマーシーナンバー92、おそらく量産試作者であろうと断言できる S500 が福島県で、これもおそらく量産試作者であろう。T360 と共に発見されたとの記事が発表された。 特筆すべきは正式なデリバリー以前の1963年に登録されていたことが抹消登録証明書の存在によって証明されていることである。総生産台数の正確な資料はないようだが500台前後が国内登録されたようである。パワー不足のため輸出はされなかったがテストとカタログ撮影を兼ねて2台の左ハンドル仕様が米国に渡った。 そのテスト結果が、その後の S800 の輸出時に生かされたと考えられる。そのうちの1台はエンジンを 600cc 用に乾燥されてメキシコに現存する。これ以外に英国や米国に存在する個体はすべて日本国内仕様が持ち出されたものである。メカニズム二輪車メーカーから出発したホンダらしく、随所にその特徴が見て取れる。ファイナルドライブには、 ローラーチェーンが用いられ、アルミダイカスト製のチェーンケースが、トレーディングアームを兼ねる独立式、リアサスペンションを採用した。これは、ホンダ総一郎のアイデアで、リジットアクスルと比べ、後輪中心間を結ぶ位置に、デフや車軸がなく、その空いたスペースにガソリンタンクを前進させて、搭載でき、安全性とより、大きなトランクスペースをもたらすことに成功した。この方式は、 後継の S800 の途中まで継続された。エンジンは、水冷時下 4DOHC で 531cc の排気量から最大出力 44PS、8000rpm を絞り出していた。デザインデザインは、英国のスポーツカーなどを参考に、社内で森大介が担当、ただしホンダ総一郎が大幅に手直しをしたとされる。また、当時、 国内には良質なホロがなく、英国から輸入したとされる。ABCD、昭和車列伝、ホンダ S500 のエンジンは、精密時計、ホンダ総一郎の怒りが原動力産系ウエスト2016年11月19日。ありがとうございます。